北海道大学情報科学院の中島直道と申します。どうぞよろしくお願いします。私たちが普段生活しているときに数学の存在を身近に感じることができないように、数学と社会の間には大きな壁があると私は感じています。そんな数学と社会ですが、ここ最近これまで以上にその距離を近づけているのをご存知でしょうか。この2つを近づけているのが AI、 人工知能です。ではこの AI や人工知能と一体何なのでしょうか。漢字の読みクイズです。こちらの漢字は何と読むでしょうか。こちらは特別と読みます。こちらはいかがでしょうか。こちらは意義と読みます。ではこちらはいかがでしょう。こちらは問題点と読みます。ここからが本番です。この漢字は一体何と読むでしょうか。今までやった特別、意義、問題点の3つから察するに、この漢字は特、意、点と読むことができそうです。すでに分かっているものを使ってよく分からないものを推測しました。この分かっているものを用いて分からないものを推測するという過程が学習と呼ばれていて、これを機械にやらせたものが AI、 人工知能というわけです。さまざまな人に調査を行ってこのようなデータが得られたとします。ではこの時50歳の人の年収を推測することができるでしょうか。今あるデータ、右上がりの直線の上にあるように見えます。これぐらい調整すればデータの傾向を大まかに掴んでいると言っていいのではないでしょうか。これまでのデータというすでに分かっているものから、これからのデータというよく分からないものを直線として推測しました。この直線を使うことで50歳の人は年収がいくらであるかを推測することができます。データと直線の距離が一番小さくなるところとして探してきました。この一番小さくなるところを修正を繰り返しながら探していく行為が学習であり、実はこれは山下りに似ています。あなたは今山の中にいて、辺りは薄暗くなってきました。これから山のふもとにある家へ帰らないといけません。辺りは暗いため足元しか頼りになりません。まずは傾斜に従って下っていきます。するとこのように辺り一帯がベターッと平らな場所に出てしまいました。このような平らなところに出てしまってはどの方向も同じに思えてしまって、どこに進んだらいいかがわからなくなってしまいます。この進みを邪魔しているのはその平らな部分、赤い部分です。この赤い部分を数学では特異点と呼びます。先ほどのデータと直線の距離を求める例で、その距離が一番小さくなることを探す行為は山下りに似ていると言いました。つまりこの図は学習の様子そのものなのです。このような特異点がある場合に学習がどのようになっているかを情報幾何学という立場から解明する第一歩が私の研究になります。特異点論という数学における強力な武器を駆使してこの難題に挑もうとしています。現在 AI や人工知能、データサイエンスの登場により、数学と社会は今までにないほどにその強い結びつきを見せています。この強い結びつきを単なる時代の流れによる偶然にはさせません。そのためには新しい価値を生み出し続け、ネガティブな側面ばかり注目される数学の可能性を皆さんに伝えていくことが必要だと考えています。本日はご清聴ありがとうございました。